キチャンネル。じゃ、こんにちは。ドラフト編成能力チェック。はい。はい、今回北海道日本ハム。はい。ファイターズです。うん、まあ、ちょっと最近ね、ちょっと最下位でチームが低迷してますけども、は、う、い、ん。まあ、ドラフトはどうだったのかっていうね、うん、チェックしますけども、はい。まあ2019年まで前回してましたけども、まあ、改定版というところで査定がアップした選手が松本剛。おお、そうだ。SS。うん、でベストライン首位打者ね、はい、うん、大谷翔平お 1SS サムライスパイダー変わるんですねもう大谷翔平 1SS っていうのがちょっとね、もうなんか申し訳ないですよねもうミラクルなんでしょうね、殿堂入りだよ、もうキングキング、うん、世界のキングですよ、うん、であとは渡辺亮が BB、はい、岡ひろみが BB、うん、で、清水雄心が B、うん、で浅間が無印から B で、加藤貴之が無印から BB、うん、で井口が無印から B、うん、で堀が B から S、 おで石井和也が B から BB、うん、で清宮が無印から B、 で西村が無印から B、 でもこれロッテで言ってね、うん、で、吉田輝星が無印から B っていうところが、だから結構ね、あの B いっぱい増えてる、いますね、うん、出てる人増えてるってことですよね、うん、だからまあいろんな選手出てるから、ね、でも B もね、まあ、何気に40試合とか規定打席とかピッチャーだと40試合以上、うんうん、規定投球回、うん、で野手だと100試合以内出場か、そうですね、規定打席か100試合以上出場、うん、だからやっぱりいっぱいの選手出るからね、うん、まあ、そこが B がついてくるっていうね、はい、で、2019年からは新しく、ドラフト1位川野が B、はい、で立野が無印で上野が無印で2020年ドラフト1位伊藤大海、うん、2A、代表に言ってるけどタイトルは取ってないんだ、そう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 、でも2桁は多分勝ってるっていうね、はい、で磯畑無印、うん、古川無印、うん、で2021年がドラフト1立つ無印、うん、有園無印、水野無印で2022年が、ドラフト1矢沢、はい、無印、うん、金村無印で加藤豪介無印、うん、っていうね、はい、ところになりましたけども、でも圧倒的に B めっちゃいるよ、めっちゃ増えましたね、うん、まあ、試合出てるからね、うん、そういったところではね、 S もでもちょこちょこ、そう、堀井ね、はい、有原、うん、でも S の選手もう松本しかチームにいないからね、だって2010年の西川遥輝はもういないでしょ、いない、で大谷翔平は海渡ったでしょ、はい、で有原いないでしょ、うん、であと堀だけか、今年調子よく悪かったからね、リーフで、うんうん、だからあの出がちです。 S でじゃあ今本当にチームにいるのって堀投手と宮西、宮西、だけなんだ、うん、すごい若返りましたね、うん、チーム。でもこのハムが、はい、もう一つ来ない理由があるね、はい、戦力として、うん、それ何かっていうと、はい、A いない、あ、いない、絶対いない、あ、本当 だから B で試合には出てるのよ、はい、100試合出場もしくは40試合登板はしてんのよ、うん、はい、でも A がいない、だ A っていうのが10勝35ホールド30セーブっていうのか、トップの活躍をするか、3割25ホーマー70打点30盗塁がいないっていう、はい、ですね、うん、で S は出ていくじゃん、うん、そりゃちょっときついよ ね、 そうですね、チームとしてはね、あと松本剛選手ぐらいなんですけどね、そう、松本剛と宮西っていうね、うん、と堀井投手だけですよね、うんうんうん、でも試合で出るのはね、浅間とか、はい、まあ、加藤も出てるし、石井、ね、清宮、うん、ね、あの川野とかも出てるん でしかもパーセンテージで言うと、はい、まあ、前回まで2019年までだったら、うん、B が 22.08%、はい、で A が 3.90%、うん、で S が 20.78%、うん、だったのね、はい、でそれが2023年だとB が 24.72%、だから増えてるんだよ、うん、はい、これやっぱり試合に、ね、しっかり出てるっていうね、うん、はい、ところもあるし、うん、で A が 4.49% でちょっと増えてて、うん、はい、で S が 20.22% で、まあ、ちょっと少なくなって、うん、まあ、ほぼ横ばい、はい、で、ドラフト3位までで、試合にしっかり出てチームの戦力になってるのは 49.44%、はい、だから約5割、うん、だからまあチームが足りないところをしっかり取れて試合に出てるっていうところでは評価としては高いね、うん、そうですね、うん、やっぱりその一軍に上がるのもなかなか難しいからね、はい、プロ野球ってね、うん、でそこでしっかり試合に出て、だからもうここで、はい、ハムはこのドラフトの編成から見ると、うん、今金破れるかどうか正念場、あ
チャンスあるでも試合に出てる上位の選手いっぱいいるけど、うん、そっから一皮むけるかむけると、うん、ぐわーくるやんきますねこれが今は試されてるね、うん、はいこの皮がむけて、うんA になっていったり S になっていく、はい、試合で出るってことはチャンスあるから、ね、そうですねでしかもそのね上位の人がしっかり出たら今下位の中下位で言うとね、うん、万波とかねそっか万波選手がいないのは下位だからかそうそう万波とか、はい、上川端だったりとかっていうところが、まあ、下位じゃんね、はい、でそこら辺がしっかりねグワーッと押し上げて上位がかやってからわれたら強くなる、うん、そうかでも上位の人たちが試合出てますねそうそうそう、うん、でも出てるだけじゃダメなんだ、まあ、そうですね、うん、こう出てるだけじゃ、うんね、チームの戦力になってるから、はい、で出てることはドラフトとしては成功なの、はい、チームの足りないところとか出てほしいっていうところで取れてしかもその選手を使ってるから、うん、ドラフトとしてはいい傾向なんだけども、はい、そこで球界のトップクラスとか立てていかないと、うん、選手が成長しないと、うん、そのチームの強さに反映しないからね、はい、だからドラフトとしてはいい感じでは来てんだけども、うん球界のトップクラスになる選手がいないことが今の低迷、うん、そうですね、うん、少ないですねどう見てもね、うんうん、そういったところではね、うん、でもまあパーセンテージはね他の球団に比べても 49.44% は2番目にいいからおその一軍の戦力としてなってる選手が、はいまあ、一番いいのはここまでやった中だったら埼玉西武ライオンズが 56.41% あ、じゃあ 54.44% だから、はいうん、50% 以上の選手がドラフト3位まででしっかり試合に出てチームの戦力になってるっていう、うん、もうあの唯一 50% オーバーだから、うん、こう素晴らしいねドラフトあるけどもそれに準ずる、うん49.44% は2番目にいいから、うん、そのドラフトとしてはいいんだけどもじゃあその何が違うかっていうと西武でいうと、うん、S がやっぱ 25% いるからねそうですね日本ハムと 5% も違うし、うん、A も西武は 10% いるけどもソフトバンクは 5% いないから、うん、ここも倍違うしっていうね、うん、日本ハムは、うん、っていうところがやっぱその一番違うから中身が違うんだよそうですねあと現役 S 率が多分圧倒的に低いんですよ、ね、そうだね、うんうん、じゃあなんで西武は弱いんやって言ったら、はい、西武は出ていっちゃうからですねめちゃめちゃ S いるけどみんな出ていっちゃうみんな出ていっちゃうっていうね、はいうん、で日本ハムの低迷も、はい出ていっちゃうからそうですねめっちゃねだ西武もしかしたら現役 S 率意外と低いかもしれないですよねうんそうだねうん、っていうところでまあパリーグね、はい、全体が終わったんだけども、うん、あもう6チーム目でしたっけこれ、うんはい、だ日本はまあそこまで悪くないけどやっぱ選手の成長が足りないね、うん、だから育てきれてないね、はい、そこがちょっと今の低迷に結びついてるのかなっていうところあるけども、うんまあ、今成長過程っていう感じはありますよ ね、 そうだね新庄監督になっていろんな方が出て、うんうんうん、でこれをまたね、はい今のチームに照らす今のこれねパリーグ全部やってきたけど、はい、歴史全部のパーセンテージだから、うん、これをちょっとねキュッとまとめて、はい、今のチームはどうなのかっていうところをここ近年10年ぐらいで絞って、うん、またさらなるねデータを、出してですねこう数字と照らし合わせて今のチームの強さの秘密をね、はい、ドラフトから探りたいと思うんで、ね、じゃあそれは13本目ってことですね13本目だね、うん、長いですねうん長い長い、はい、まあ皆さんまだオフなんでね、はい、これでねちょっと楽しんでくださいゆっくり見てください、はい